本日は「鎌倉殿の13人補足解説」「北条義時は毒殺されたのかといいうお話でございますさあ北条義時の最後ねまあなんといってもね最近登場しました野江さん、えー、伊賀の方ですねまあちょっとこの方はだいぶ不穏だと安時はね裏の顔を見てしまってまああの畠山重太の裏で大変だよ」って言ってる時に父上にお伝えしたいことがありますかってね。 それぐらいまあ泰時にとってはインパクトのあった人物ですけどもノエちゃんねあの人が悪女なんじゃないかってね言われてますけどもまあこの伊賀の方ねその北条義時を毒殺したっていう、ね、説もあるわけですよ。まあ、これはねサブチャンネルの方でもちょっと伊賀の方がどういう人なのかってね解説した動画でも話しましたが、はいまあ、実際にでもですね、えー、資料を読み解いていくと まあ、北条義時の死についてです、ねまあ、いろいろ、えー、最近分かってきたことがあるというところで、まあ、本当に義時は毒殺されたのかどうかっていうのを、まあ、今回は、ね、考察していくというようなお話になりますまあ、あくまでこれは、えー、資料を見た上でどうなのかっていう話なので実際に鎌倉殿の13人の中で、えー、義時の最後がどう描かれるかは、えー、三谷さんにしか分かりません。 はい、一体どうなるんでしょうかね。まあ、そういうのいろいろね、考えながら、まあ、ドラマを見ていくのもね、面白いかと思いますので、えー、ぜひね、お付き合いください。それでは行きましょう。北条義時は独殺されたのかというお話でございます。まずはですね、えー、それぞれいろんな資料を見ながらですね。義時の最後はどう書かれているのかというのをね、見ていきましょう。さあ、まずは、幕府の公式資料とも言われてます。東上ですよね。まあ、東の記述がね、一番信頼できるんじゃないかなとは思うんですが。東上はどう書いてあるのかと言いますと、ええー、活をしばらく義時は。 患っていて、えー、その後日射病で、えー、急に倒れて死んでしまったというような感じで書かれています。はい、脚気っていうのはあれですね。まあ江戸時代とかよくあったね病気ですよね。あのビタミン B が不足して、ビタミン B1 かな？なんか栄養が不足しちゃって、あの足がちょっとなんか悪くなっちゃうみたいなね。でもう痛くてしょうがなくて、でまあ、えー、最悪死に至るみたいなね、そういう病気ですよね脚気。でその脚気でも体調がだいぶ悪くなっていると、まあで精神的にもね。 やっぱ上級のらら乗り越えてかかめめちゃめちゃゃ大変ですから時は、まあ、精神的にも結構ねあのストレスを抱えていて、まあ、心身ともにボロボロの状態だった時に、まあ、暑さにねやられて日射病で倒れてしまって、えー、まあ死んでしまったというような感じで東神の中には書かれています、はい、で他の資料で言いますと「百連勝っていうね、まあ、歴史書があるんですけど、まあ、この百連勝がねどれぐらいその信用のあるものなのかっていうのもちょっと僕もわからないんですが、まあ、この百連勝によると「え氷、ー」という とね、いいう,うに記されてるみたいで、まあ、要は休止ですよ、ね、急にパタッと死んじゃいましたよと、まあ、詳しい死因は分かりませんが、えー、休止したとといいうことになっていますそして「崩、えー、略喚起ですね、まあ、これも度々ね、えー、この解説動画の中に名前出てきてると思いますけども、まあ、南北朝時代なので、まあ、鎌倉時代鎌倉幕府が滅亡した後に成立したものですから、まあ、物語としての要素が強いのかなとは思われるんですがこの「崩、えー、略喚起では近、えー、じにより殺害されたと、えー、殺されてしまったと。 いうふうに書かれているわけでございますはい、えー。そして最後明月期ですねこれは、えー、リアルタイムに、えー、藤原の家藤原の定家さんですね三重友の歌のお師匠でもあったあの人が書いた日記ですけども明月期の中では、えー、伊賀の方により毒殺されたということになっていますただしですねこの明月期の中にもですね、えー、その 義時が毒殺されましたよっていうふうに書かれているわけじゃなくて何、まあ、て言いますかね、まあ、状況証拠的にと言いますか、えー、別のある人物の証言の中に、えー、義時の死について言及されている部分があるんですよね。えー、それが村長といいうね、えー、お坊さんの証言でございます、はい、この村長さんっていう人はですね、まあ、上級の乱の時に、えー、後鳥羽上皇に協力したお坊さんですね。 はい、で、えー、その後鳥羽上皇に協力してたっていうことで、まあ、幕府からお尋ね者にされて、えー、上級久乱の後に結構逃げ回って逃亡生活をしてた人物なんですけども、まあ、最終的に捕まってしまって、まあ、処刑されるんですよね。でその処刑される時にこの村長が、えー、そのね幕府型のね、えー、北条の人たちとかに言ったらしいんですよね。早くもう俺を殺せと首を切って殺すか義時の妻が義時に飲ませた薬を使って俺を殺せっていうふうに村長が言ったっていうことが明月記の中に書かれてるみたいです。はい なのでこので、こ村長の証言によって、えー、義時独殺説っていうのがここで4つの資料出しましたけども、まあ、やっぱりね「吾妻鏡はその幕府に都合のいいことしか書かないよね」っていうねそういうバイアスかかってるよねっていうのが、まあ、あるあるですから、まあ、そういうところから完全に信頼できる資料ではないと。 幕府の公式資料とはいえで百連勝と法略関係に関しては、まあ、ちょっとよくわからないとね誰が作ったかもよくわからないみたいな、えー、資料としての信頼性がそもそも少ない。法、まあ、略関係なんかは特にねもう軍記物語小説みたいな、えー、物語的なものですから、まあ、ドラマチックにというかね、えー、このねいろいろなこう ね、もう本当非道の限りを尽くしてきて幕府をね存続させるために手を汚してきた義時だから、まあ、こんな最後はね、えー、もう報復を受けたんだみたいな感じで、まあ、脚色されて書かれた可能性も高いんじゃないかというふうに言われています。ないと、まあ、なのでやっぱりこの「明月期」のねその藤原定家さんが澤井さんが日記として書いたものにこの証言が出てくるわけですからいや結構信頼できるよとやっぱり伊賀の方は義時を毒殺しちうんだ悪女だったんだっていうね話になるわけですよね。はい ただこの、えー、伊賀の方による独殺説には疑問が残るというねところがありまして、えー、山本みなみさんというね方がですねあの歴史探偵とかでもねよく出てらっしゃいますけどもあの本を出されていて、まあ、その中で、えー、言及しておりますちょっと怪しいぞとね本当に独殺されたのかちょっともう一回状況を整理してみようという,、ね、いう話になってきますまずですねこの村長この村長がなぜ、えー、その吉時の妻、えー、つまり伊賀の方が吉時を独殺したということを、えー、知っていたのかってことですよね急になんか出てきて ね吉時がそのね独裁された時のその薬使いようなんていうことを言ったのかって話なんですが、この村長と伊賀の方には実は、えー、関連性があるとかね繋がりがあるんですよね。まずそれを見ていきましょう。えー、この村長は先ほども言いました通り上級のらの時に言葉、えー、上校に協力してでいろいろとね言葉、まあ、上官もう、ね、とにかく幕府をね包丁やっつけたいからとにかく使えるも物全部使うって,言ってねいろいろこう起動とかしてくれってこの村長に頼んでたわけですよ。 あのドラマの中でもねあの文学とかあの禅条がよくやってましたけどあんな感じで村長も、えー、この北条義時がねぶっ倒れるようにねいろいろ祈祷とかやってたみたいです、はい、でそういうことがあって、まあ、まず村長は後鳥羽上皇の、えー、側についていたお坊さんですとでこの人の、えー、異母兄弟とも言われてるんですが、まあ、兄弟の中に一条実政という人物がいますでこの一条実政は義時の娘婿なんですよね、まあ、これもねあの経図だし分かりやすくねしときますけども義時の娘婿 えー、すなわち伊賀の方の娘婿に当たる人物なわけです。で、えー、この一条実政は、えー、伊賀の方によって義時は死んだ後にですね、あの、将軍に擁立されそうになっているんですよね。はい。伊賀の方の、えー、伊賀氏事件の中で、伊賀の方は自分の息子の、自分が産んだね、息子の正村を執権にして、で、自分の娘婿の一条実政を将軍にしようとしちゃうっていう。 だから北条時政と牧野方がねあの平賀遠政のお姉を、ね、こう将軍にしようとしたみたいな話ありましたけどあれと構図的にはだいぶ近いですよね。自分の娘婿を将軍にするで自分の息子の政村を執権にするで、えー、鎌倉幕府を牛耳ってやろうとしたっていうふうに言われてるんですけども、まあ、そういった関係のある人物です。はい、なので村長と以外の方っていうのはこの一条実政を通じて、まあ、関係性があったということが分かるわけです。だから村長は 伊賀の方が吉時をを殺したっていうことを知っててこと知いたもしくは村長も関わってのね村長は暗幕として伊賀の方にね義時を督殺しろなんていうふうに言って義時を殺させた可能性もあるんじゃないかって言われてるわけですよね。言われてるわけですよね。確かにこのね3人のつながりはしっかりありますからちょっと村長が言ってるねうん伊賀の方が義時を督殺したって話もこれは結構ね信憑性があるんじゃないかなというふうにも思えてくるんですが。 山本美波さんが著書の中でそれを、えー、否定しておりますまずこの一条真正はそもそも上級の乱の時に幕府側についてるんですよね自分の兄弟の村長とかまあ他の兄弟とかみんな後戸場側についてるんだけど、まあ、自分は義時の娘婿という立場がありますから、えー、真正は鎌倉の方にいてで、えー、鎌倉側についてるんですよね上級の乱では鎌倉側についてますよと元々は四代目将軍のね、えー、藤原の頼常を あの今日からね鎌倉へ連れていくっていうお役目を担って鎌倉に来てた人物なんですけども義、まあ、時の娘婿になってますから、まあ、そういった関係で幕府側についてたんですよねそもそも幕府が兄の村長とは敵対する、えー、陣営についてましたよというところがありますとでさらに、えー、この伊賀の方の兄弟ですね、まあ、お兄ちゃんかちょっと弟か分かりませんけども伊賀三世という人がいるんですがこの人は京都仕事として、えー、京の方に赴任していました幕府の御家人なんだけど京都仕事として、えー、京に赴任していましたで上級の乱が起きた時に 後鳥羽上皇がね挙兵しようとしているってことを鎌倉に伝えてで上皇によっっててて殺害されてしまっていまいすなので伊賀の方から見たらこの上皇側ね後鳥羽上皇側に自分のお兄ちゃん殺されてますからその上皇側についた村長は、まあ、自分の敵の陣営になるわけですよね。自分の敵の陣営にもなりますし、まあ、そもそも実政も、えー、幕府側についてましたと。だから伊賀の方それから一条実政は上級の乱の時にかなり幕府寄りの。 立場にいますよとで村長はバリバリリの後鳥羽上皇サイトと、まあ、こういうふに陣営が分かれてるから、まあ、そもそもねこの、えー、分かれてしまった2つの陣営のねこの人たちが、まあ、血のつながりだったりとかいろいろ関係はあるけども、まあ、そういう密にね連絡を取っていたかっていうのはまず怪しいんですよね。で上級の乱で後鳥羽上皇とかがね流されてしまった後、まあと村長はしばらくね、えー、逃亡生活を続けるんですよね今日でね。 で捕まってしまって、えー、六原でね殺されて、えー、しまうわけなんですけども、まあ、捕まったら殺されるっていうやばい状況の中で、まあ、村長はいつかねまだ鎌倉幕府をねぶっ倒してやるっていうねあの謀反を企てながらこう逃亡生活をしてたわけですよ。まあ、そんな中でね幕府サイドの一条実政とか伊賀の川と連絡を取るっていうのはかなり危険ですよね。 もし誰かにね、見つかったら、そこへ捕まって殺されてしまいますから。まあ、そんな状況の中で、リスクを犯してまで、まあ、村長がね、こう、一条実政と伊賀の方と連絡を取っていたのは、うん、考えられないんじゃないかっていうふうに、まあ、山本美奈さんはおっしゃられてましたね。著書の中でね、うん、まあ、でも、その村長がね、そもそもその幕府を転覆してやるってね、いつかその後、鳥羽上皇の仇を取るってね。うん、幕府ぶっ倒してやるぜと思ってたんだったら、まあ、それぐらいのリスクを犯してまで、えー、伊賀の方やね、一条実政に。 接近して義時を殺せなんていうふうに言ってでもまあおかしくはないのかっていうふうにまあ僕は思うんですけども、ま、だでも確かに、うん、そのリスクを冒してね連絡取れるのかっていうのはちょっと、うん、ここは分かんないですね、うんまあ、資料に残ってませんからもう想像でしかないので分からないんですけどもまあでも確かにちょっと、うん、冷静に考えたら難しいかな、うん、伊賀の方も一条山さんも、まあ、その義時は死んだ後に伊賀氏事件っていうのを起こしますけど、まあ、それまでは完全にバックサイトなわけで。 そこででねね、うん、ちょっと村長とつながっととととがているるかバレるといろいろ危険ですから、ねうん、例えばあの大江博元のね、えー、息子のね近花、えー、広だったかな、うん、彼なんかはあの上皇側についてしまったせいでね大江博元っていうあのめちゃめちゃねその幕府で重きを置いてる人物の嫡男であるにもかかわらずもう一切ね所領とか没収されちゃってもうあの何も財産つげなかったっていう話もありますからやっぱ結構リスクあるわけですよね。うん そんな中で伊賀の方や一条実政が村長と接触するのかなっていうのはちょっと考えやっぱつらいかもしれないですね。うん、まあということで、えー、このね村長が、えー、義時の妻が義時に飲ませた薬で俺を殺せって言ったまあこの言葉は虚言だったんじゃないかというふうに、まあ、山本さんは言ってますよね。うん、自分がもう追い詰められてもう捕まったらもう殺されるってね分かってる状況の中で捕まえられてねもう早くさっさと俺を殺せって言ってるわけですからまあ、えー、死に際にね そういうもういも何もね根拠のないことを言っていてもまあおかしくはないかなというふうに思いますしねまあこうね証言がね嘘だったか本当だったかなんていうのはねまあこればっかりはねどんだけ資料を読み解いてもあ分かりませんからね人間の気持ちなんてものは何とも言えないんですけどもう嘘だった可能性もあるのかなというところでえこのね義時の殺説をね結構否定されていますでまあ否定する材料としてほ他にもですね新資料としてえこんなものが出きてるんですよね。 え最初に前半で話した「東妻川百年勝とかねその4つ以外にもこんな資料がありましたと提示していますそれが正明寺という北条氏にゆかりのあるお寺ですね正明寺に伝わっている国宝の文書があるんですよちょっとめっちゃ名前難しいんでちょっと僕もあのそらんじられないんですけど、まあ、出しときくださいめっちゃ名前難しいなんか国宝があるんですよ国宝の文書が。でその文書の中に義時の四十九日を、ね、この正明寺で行った時の記録が残ってるみたいなんですよね。 はい、四十九日が行われた時の、で、その、えー、四十九日の行われた記録の中にですね、義時の死因について少し語られていて、えー、義時は、えー、痛みを受け、席に沈み、えー、そして没したという風にね、書かれてるわけですね。はい。痛みを受け、席に沈みだから、まあ、もう痛、痛くてね、もう立ち上がれませんみたいなことでしょうね。床に伏してたみたいなね。ということなので、まあ、この記述は、吾妻鏡の脚気、ね、脚気で、えー、足痛くなりますからね。あの、気で、こう、痛みを受けて。 でもう床に伏してしまったっていうねところなのかなというところとまあ、一致すると、安住川美もその最終的には日射病で吸収してますけど、それまで結構長いことねあだいぶ体調崩してて、えー、こうねあの床に伏しがちだみたいなのが書かれてますので、まあ安住川美と一致しますよというところがあるわけですね。そこからやはり養子との死というのは安住川美に書かれたようにまあ、病気が重くなって死んでしまった可能性が高いんじゃないかというふうに言われてます。はい。 以上がですね、まあ、今のこう最新の研究の中で分かっている吉時の死についてのま考察ということになります。さあ、皆さんはねどう思いましたか。いやあ、まあね僕もやっぱりね吉時は、うん、まあ前々から言ってますけどね、結構その過労とかねえー、のもあると思いますしね、ね働きすぎですからね、まあそんな状況の中でね、うん、病気で死んでしまったのかなというふうには思ってましたけど、うん、どうなんでしょうかね。まあ独殺かどうか。 まあこればっかりちょっとね答えはなかなか出ないかもしれませんが資料を見た上ではこんなな風になってますと、はい、いやー鎌倉殿の中へどう描かれるのかねちょっとノエちゃんがね本当にちょっと裏のある、ね、女性として描かれてますから、まあ、この描き方でいくなら最終的に義時が毒殺されてしまう可能性もあるのかなと思うんだけどいやでもさ嫌だよ大河の主人公だよ1年間俺たちは義時を応援し続けてきたわけじゃん確かにねひどいこともいっぱいやってるけど。 いやだよ最後の最後で主人公毒殺されちゃうってそんな悲しいそんな悲しい最後いやだよまあでもそう,そうか新選組だったら近藤勇最後あっさりね処刑されて、うん、結構悲しい最後だし真、まあ、田丸も真、うん、田幸村最後死んじゃってますしねえー、なんかもう大団円じゃないのかなで最最後後まああでもその最後ねあの 泰時は真の主人公みたいなさ話もあるから伊賀事件が起きてでそれを泰時が見事な采配で沈めて勘みたいな感じになるのかもしれないしちょっとねまあいろいろね想像はできますけどまあこれはねもう楽しみに最終回もね楽しみにね待っていこうかなというふうに思います。はい、でちなみに、えー、義時の、えー、ゆかりの地としてですね法華堂跡があります。まあ、義時が死んだ後に建てられた まあ、お堂があったんですけど、まあ、それがね何回も鎌倉時代でも消失しちゃってで今はもう跡地しか残ってないんですけど、まあ、これ鎌倉のねあの鶴岡八幡宮のすぐ近くにあります私も、えー、ロケで、ね、一回行ってますので、まあ、よかったらね皆さんも足を運んでみてください、まあ、大河ドラマ館とか行った後にねふらっとね寄ってみるといいかもしれないですね頼朝の墓も近くにあるしでそれから伊豆の方には北条寺っていうお寺があって義時が作ったお寺なんですけども、まあ、ここに、えー、義時のお墓がありましてねちょっとこう階段を登ってった高いところにあって、えー、伊豆をこうね 見渡せるる位置にあるわけですよ絵馬の地とかを、ね、見渡せる位置にあって、まあ、すごい眺めもいいですから一、まあ、回ねあのお参りに行くのもいいかもしれないですね、はい、すごいそのねあの北条氏の、ね、方もすごいあの気さくな方でね快くね撮影引き受けてくれたんですごく印象がいいので是非ね北条氏もね、えー、ちょっとお参りしてみるのもいいかもしれませんさあ本日の話はここまででございますいかがでしたでしょうか、えー、皆さんのね、えーまあ、意見というかね私はこう思いますみたいなねよかったら書いてみてくださいそれではまたお会いしましょう Stop